おはようございます。おはようございます。今日はハウジングセンターです。じゃじゃん、早速マルシェでかわいいドデカヘアバンド買っちゃった。沙織お姉さんにとって、はい、思い出に残るクリスマスはありますか？思い出に残るクリスマス、あ、でもクリスマスがきっかけです。私歌の仕事したいって思ったの。それはまだやってなかった頃に、当時付き合ってた彼と栄のクリスマスのイルミネーションを見ながらデートしてて、なんかあのイベントでね、歌クリスマスのコンサートも野外でやってて、でその彼がクリスマスぐらい休みたいよなみたいなこと言ったんだけど、それに対して私は、いや私はクリスマスにこの素敵な空間を演出する側になりたいって思って、まあ、そこのズレでね、まあ、別れたけどそうだからきっかけはクリスマス。でもそうだそうだ、初めてステージ立って、あの仕事させてもらったのもクリスマス。そっちの話の方がすっきりしてたねもう一回やる